あ、ダイダラ、こんなとこで何してるの？え？なんでビリンちゃんいんの？なんでいいの君？へえ、鍛冶屋探してるんだ。あのひげ親父に馬車馬のように働かされてるのねって。なんでそんな口悪いの？ピリンこそここで何してるのって。うふふ、ねえねえ、ダイダラ。あんなひげの使いっ走りをやめて私と一緒に逃げちゃわない？逃げる！逃げる！あの町の人たちが邪魔で邪魔で仕方ないの。ダイダラ、私と一緒に逃げよう。ああ、二人っきりで暮らす？やったー！地獄の底でだって。あ。うわ、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 うわ。当たらんで攻撃。え、それ壊すの君。どうしようこれ。うわー、これやばいな。ヤバタンですわ。うわ、上行きね。どうしようどうしようどうしよう。なんかどんどん召喚されてきた。ちょ、待って待って待って待て、また、ま、慌てんな慌てんな慌てんな。戦い方が絶対ある、こういうモンスターにはな。痛い。あ、弾かれてる。回復アイテムがない。命の木の実。よし。帰還。勝った。はいはいはい。これが戦略というものだ、覚えておけ。ザコめ！あ、いっぱいいた、いっぱいいた。いったれ！メラゴーストうざすぎやろ。ちょっと待って、うざいうざい。よし。さあ、ようやく、鍵とかいろいろゲットしました。誰かいるの？しょうがねえな。あ、命の木の見つかってもうた。まあいいや。鍵ってどこにあんの？ゲームって人格が出るよねって。俺のセンスが出てしまったか。すまない。さあ鍵使って開けましょう。こんにちは。うわ、誰君？めっちゃ強そうやねんけど。武闘家ですか？誰だお前さん。悪魔の騎士倒したってのか？どうしてこんなとこに来たんだ？自分で作った町を大きくするために、鍛冶屋の子孫を探してるってわけか。よかったな。雪の兵さん、あなたが。励まっちょやないか。ナッパみたい、確かにな。お前さんの町へ行こう。ちょっと待って、これ欲しい。くそ、壊れへん。この建物壊れへんようになってる。あ、扉壊せた。やったぜ。さあ、鬼滅場で帰りますか。とりあえず。ウィッスー。行きましょう。ただいま。みんな眠ってんじゃん、みんな。おー、これがお主の仲間が増えたねって。ほほう、お前さんが作り出した街か。ということはお前さんがあのビルダーか。よし、わしもここに住ませてもらおう。この地が今や伝説として語り継がれる最強の城塞都市ミルキドとはな。ゴーレムによって滅ぼされたのは本当か。でも結構人って生きてんだね。ゴーレムはメルキドの守り神だって。うん、メルキドの生き残りが語り継ぐ話だ、間違いはないぜっていう。何百年間も一応人間は細々と生きてんだね。鉄の武器の作り方教えていくぜ。え、鉄はドムドーラにいっぱいあるんだ。鉄の剣！やったー！これで強くなれる俺！大金槌！うわ、やったー！鉄の鎧！最強だ俺！鉄立ってー！あ、これでじゃあ皆さん今後、鉄の男ダイダラに、俺は進化するわけだね。よし、ちょっと、待って、逃げんな。おい。おう、
ほーん、また住民が増えたのか。ケッパーってどう思う？眠ってるの見たことねえって。ケッパーくんってやつ寝てないんだ。さあ、おっちゃん。おー、でかしたぞ、ザイダラ。ねえ。材料の鉄ないから装備して頑張って作ってくる。頭装備じゃないですね。鉄仮面とか欲しかったけどな、ほんと。ますます油断ならんぞ。町の守りを強化せねば。とにかくゴルフであった。ねえ。よし、また命の木の実もらった。ケッパー裏切り者なん？ケッパーって魔物なんかな、もしかしたら。ケッパーっていうのはね、これ、衛兵のケッパーくんです。体力ちょっと減ってるね。草。ちょっと料理作らせてくれ、みんな。俺、日本が誇るナンバーワン料理人って自分で言うからさ。料理したい。さて、料理はどこ？ペッパーくん。ペッパーくんじゃないよ。レンガの調理台っていうのを作りたいんだけど、鉄のインゴットがないので、無理です。ということで、作れません。残念でした。あー、俺も、作りたい。作りたい、みんな。肉？肉料理する？まず。うさぎステーキ作る？何作ってほしいって言ったっけ、あの子って。とりあえず、肉食べていいから俺、うさぎステーキ食べろ。よし。これでダメなの？何の料理作ってほしいの、君は。赤い扉で行ける料理人が住んでるんだって。力が溜む料理。お肉に何かを挟めばいいよっていう。あー、じゃあやっぱレンガの調理台を作って、なんかしなきゃいけないんだね、これから。でも鉄がないから、じゃあまず鉄を集めに行くっていうのをやらなきゃいけないんだよね。あいつ焼かれてるで。うわぁ。どういう仕組みなんやろな、あれ。雪の部屋がなんか捕まってたドムルドーラには宝が隠されたピラミッドがあるらしい。火を吹く石像があれば、もっともっと巨大に街を守れる防壁が作れるぞ。頼む！火を吹く石像2体持って帰ってこい！ピラミッドか。黄金の爪とかあんのかな、ピラミッドって。ピラミッドって言えばやっぱ、あれやもんな。黄金の爪やもんな、みんな。ドラゴンクエスト3やけど。ワンやからな。あんのかな。まあ、ええや。さあ、とりあえずこのまま行きたいと思います。鉄のインゴット文明開花。そう。文明開花の音がするだっけ。わかんねえ。ちょい久々に来た。こんにちは。墓嵐はしません、俺。さあ、今から。これ、俺、これはさ、ちょっと消えてほしいんだけど、なんかもう。これ。これもう、景観損なうってレベルじゃないよ、あれ。よいしょー。いや、やめろ。1、2の3カリア。あんま強くないよな、こいつ。よし。この街の人らは、街作ってくれた人をこき使うな。そうだね。みんな俺のこと嫌いなんだよ、実は。すげえ落ち込む。なんで嫌いなんだろう。俺悪いことしたかな。とりあえずこの辺りをね、開拓っていうか掘っていきましょうか。痛い。おっと危ねえ。肉先生もやっつけていいけどな、もうちょっと。まあ、他の人たちがね、魔物と戦う術が、全然ないっていうのが、やっぱ一番の問題なんでしょう。あ。今落ちたかなと思ったよ。よいしょ。やった、お肉ゲットー。あれ、まだいたの君。よいしょ。早く出て行ってほしいんだよって。そういうこと言うのやめなよ。これ、鉄壊せる？あ！鉄だ！やったー！鉄尾くんがあれば俺、強くなれる！砂マーブル石とか、なんかいっぱいあんねんな。鉄ドン！いやー、嬉しいね、鉄ドン。こうやって、もっと壊しましょう。鉄！鉄めっちゃあるやん。この山切り崩したらいいんかな、でも。鉄ドン！一個しかなかった。てっちゃんだよ、そうだよ。まあ、ぼちぼち、鉄、でもこんな回収しまくってていいのかな。
よいしょ。水使ったら沈む。そうだ、沈みますね、ドラクエビルダーズは。よいしょー。ね、そうそう、落下ダメージがまだね、怖いんだよな。早くなんか落下ダメージがなくなるっていう靴がね、あるっていう風に、靴だけ、アクセサリーがあるっていう風にはね、オブジェクトブレイカーでトロフィーゲットした。なんかあるって聞いてますのでね、早くゲットしたいものですね。よし。さあ、ここはもういいかな。次のとこ、掘りに行こうぜ。これピラミッド？そうだよ、みんな。俺今ピラミッドブレイクしてんの。鉄ってでもな、あんまないね。意外とレアなんでしょうか？あそこの山はすごい鉄あるけど。え、なんか悪魔の騎士っぽいやつめっちゃいる。このゲームって、あ、これ歩けるじゃん、ここ。渡れる渡れる。うわ、ピラミッドあれや！うわ、ピラミッドや！うわ、怖っ。うわ。よいしょ。ピラミッド、二段ジャンプうまく使えば二段ジャンプ抑えられんじゃないの？俺やってみたけどダメージ普通に食らったよ。よいしょ。イエーイ。ピラミッド結構でかいよね。よいしょ。ピラミッド上から崩そう？ウェイ。よいしょ。ピラミッドは登りましょう。上から崩して楽しいな。ピラミッドを崩し、うわあ！あれ壊れないピラミッド！うわあ、もう裏切られた俺。人中にいっぱいいるし。ランジャンプめっちゃ便利。そうやな。いい BGM。でもちょっと鉄のさ、大木槌だっけ？大木槌じゃない。よいしょ。金棒みたいなやつ。あれゲットするまでもうちょっと待ってくれみんな。まずはね、収集をしっかりするっていうのが物事の基本でございますので。よし。入り口から入れよって。わかりました。腹減ったー。飯をくれー。うわ、鉄いっぱいある、嬉しい。回転切り気持ちいいな。でしょ？これ、がっつり壊せんの。すげえ楽しいよ。うまい！飯がうまい！あ、大木槌ぶっ壊れんこ！なんつうとこで壊れとんねん。装備。まだ大木槌もう一本。二本あった。絶対入り口から入るべきやでって分かった。ありがとうございます。入り口から入ります。よいしょ。リスナー様のアドバイスは外れなしとね、評判でございますので。ウェイ！このゲーム、飽きがなさそうって、そうだよ。結構危険なゲームだからね。両方容量守って、楽しくお遊びください。だって俺、こうやって俺物壊してるだけでもめっちゃ楽しいもん。よし。さあ、かなりいろんなアイテムゲットできましたね。さあ、一旦帰りましょうか。増えないの？くるー、つらーい。ちょ、一回寝るわ、俺。よいしょ。ワイの部屋で行って寝ますわ。皮膚傷を早く欲しいな、俺。よいしょ。ピリンの部屋と書いてあるじゃない。寝る。寝させて！寝させて！寝ます。ふぅ。はい。さあ、見事、気持ちよく寝ました。おはようございます、皆さん。今日もいい天気ですね。ほら。ほら、ダメージ、ほら、これで食らうねんね、みんな。二段ジャンプ高いとこから降りても。これなんか何気に、おかしいんちゃうかって言っても、おかしいと思う。で、ガラス作ります。ドレッサー。あー！お化粧台とか作れんの？マッド！すげえ！ベッド足りてないよ、全然。銅のインゴット持ってる。鉄。イェーイ！木の扉！ようやく木の扉！あ！スコップだ！剣の壁掛け！めっちゃ作れるようになったで。
へえ。時はな、作っとこう。ねえ。ピリン化粧紙出すの？いいじゃん、化粧しても。わあ、いっぱい作れるようになったんだ、これで。鉄の剣、作っときましょう。鉄の剣、大金槌。ちょっと、ガチで行き過ぎてるかな、俺。よし。で、鉄の盾も作りっときたよね、これ。鉄の盾と鉄の鎧。よし、作るか。中身、見てない、全然。収集箱。なんか入ってたりすんのかな？これで無駄に何でも飾ったらいいってことじゃなくなった。そう、ついにね、皆さん、ドラゴンクエストビルダーズは、やっぱね、おしゃれのセンスっていうか、ものづくりの才能もね、試されるようになってきました。そこは皆さんね、俺のね、溢れんばかりのセンスを、皆さんに見せていけたらなと思っております。え？装備展示台とかあるんだ。すごい。レアっぽい、これ。こんな、どうやって作んねん？お前、誰が作ったんや、この。なあ。そう、部屋の、センスとか、そういうのがね、試されますよ、皆さん。よし。意外とセンスいいのでね、俺は。その辺は期待しててもらいたいでございます。で、ちょっと待ってね。いろんなもの直していこう。なんか作りたいなぁ、俺も。そろそろ。なんか作っていい？みんな。よし。何作ろう？うわ、キッチンも誰も使ってくれへんくなった。もう、つらーい。男の子の部屋作るか。え、女の子の部屋に窓作るんでしょ？いや、しないよ、そんなこと。男の子の部屋作ろうと思います。今から僕。よいしょ。男の子のためのね。よいしょ。どんな部屋ができるんでしょうか。よし。でも大事ですよね、やっぱ。あ、硬い。これが限界か。じゃあ、このあたりで。ちょっとみんなのための部屋をね、今から作っていこうかなと思います。おい。くそ！ちょっとやりづらい。見えへん、見えへん、見えへん。限界まで掘りやがった。ちょ、階段欲しいな、ここ。よし。階段持ってなかったかな、今。誰が入るん？そりゃあ、そりゃあもう入れるべき人物って皆さんも分かってるでしょ。ねえ。よいしょ。まあ、皆さんが想像してる人物ではないかもしれないですけど。痛い。使わん、使わん。はい。ちょ、階段もっと作らなあかん。階段作ろう。フロント。いやー、誰だろうな。俺にはちょっと想像つかねえわ。フィリンちゃんも地下で監禁する？いや、それはあり。ね？俺が一人プレイだったらそうしてるかもしんねえけど、やっぱ今リスナーが見てるからさ、ちょっとそういうさ、変なプレイみたいなことすると、ドン引きされちゃうんだよね、ほんと。だからちょっとね、大人としてのね、ちゃんとそういうの守ったプレイングを心がけていかせていただきますので。はい、できた。地下収容所。ね、道が少し出てき、できてきましたね。よし。あ、ピリンちゃん！あなたはダメ！行ってはいけない。危険、危険。よし。さあ、よいしょ。この辺りをいっぱい掘っていきたいんですけど。ほい。まだ狭くないぞ、狭いから今ね、ちょっと広くしていきましょう。ほい。ピリ自ら入っていった、多分好きなんでしょうね、そういうのが。よし。ネットでけへんやな。カメラワーク死んでる。ちょっと、今確かにカメラワークあかんけど、ちょっと電気一個欲しい。
壁掛けランプやって、なんか高級品やな、これ。フィリンちゃん、フィリンちゃん、ダメ、あなたはここに来ちゃダメ。フィリンちゃん、行けない、あなたが来るところではない。もう、怖いから、それ。ちょっと待ってね。よし。で、ちょっと待ってね、みんな。ほい。まだだよ、みんな。で、よいしょ。あれ、こっち空き部屋。ここも空き部屋なの。まあ空き部屋っぽいけど、いや、いい部屋なりそうですね、皆さん。ここでよいしょ。明かりがな、まだないからね、そこは。いや、いい感じになってきた。よし、暗い、暗い。なんだここ。さあ、持ち物で、よし。あ、空き部屋こっち側にもできた。拠点を狙うモンスターが現れたね。何、何？え？何今、あそこにいる。いっぱいいる。お前何しとんだ、お前。ちょ、何や、お前。え、そんなイベントあるの、これ。定期イベントは住民に任せていいの？本当？地下これ以上掘れんの？掘れませんね、地下は。よし。さあ、だいぶ部屋らしくなってきましたね、皆さん。で、あとは、なんかいる？あとみんな欲しいもの。掘れんの鎖とか？壁作った方がいいかもって、本当？うわー、すーごいいい感じになってきたでしょ、みんな。この家。ネットが欲しいって。それは欲張りすぎやろ、君。よいしょ。空き部屋が大きくなった。ねえ、だろ？小さくなっただろ？何やそれ。大きくなった判定とかどこにあんねん。よし。ふう。いやー、いい部屋ですね、ここ。皆さん、ゲームで欲を満たすのか。ここはいい部屋にしてあげましょう。はい。これ書かないとね。あれ書けないこれ、みんな。なんで？これ、名前書けんじゃなかったっけ？なんで書けないのこれ。壺がいるの？あ、個室に当てないとあかんのか。壺持ってたっけ俺。あ、持ってる持ってる。よし。あー、個室なった、これで。おめでとう。いい部屋ができてしまったー。いやすてきなお部屋でしたね。いい部屋やろ、ここ。
夜になっちゃったのかな。よいしょ。あれ、あ、あれ、あら、あら、あはははは、眠った。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は動画の下のここをタッチ、パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。またツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画を見てください。じゃあのー。